こんばんばはお茶の間の間石かなみです今回はもぐもぐりかなみ第4弾ということで韓国チキン 1.2kg とたらこパスタ2人前とイチゴを食べますということでもう早速いただいておりますが本当に全部美味しかったですチキンはもう大好きで何度もあの宅配 してもらってますし、このパスタもすごく美味しくて、イチゴも美味しくて、これ朝に撮影してたんですけど、朝からすごく幸せなご飯を食べて大満足でございました。で、見てくださってる方、ちょっともしかしたら気になってるよって方いるかもしれないんですけど、なんか今日の動画カクカクしてませんか これ私のスマホの容量不足っぽくて、なんか撮影してる時は大丈夫だったんですけど、保存したらカクカクになってしまって、ちょっと申し訳ないんですけど、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ここで私、石栗かなみからお知らせです。来月4月19日に東京都山のホールにて、私石栗かなみのバースデーイベントを開催させていただきます。イエーイ 現在、二次受付も行っておりますので、ちょっとでもね、この動画を見て気になったよって方は、ぜひ申し込んでいただけると嬉しいです。まあ、20歳のバースデイイベントということで、11歳でハロープロジェクトのオーディションを受けて、そこから9年経ちまして、あっという間でしたけれども、本当に毎日が幸せで、ハロープロジェクトにいられること、本当に幸せだなと噛みしめながら、一日一日を生き抜いている、 最中でございます。はい、今回皆さんのね、たくさんね、声をね、出せる楽曲を用意してお待ちしておりますので、まあ、見せる楽曲ももちろんありますし、幅広くいろいろな私を見せられたらと思いますので、ぜひ4月19日は山のホールにて皆さんのことお待ちしております。お願いします。 はい。ということで、もうちょっとで、あ、チキン食べ終わりますね。で、この時ちょっと医療ドラマを見てて、あの、目がちょっと赤いんですけど、感動してます。あ、食べ終わりましたごちそうさまでした